今週もお別れの時間になりました。はい。ちょっと喋りすぎまして、エンディングがちょっと短くなりましたけども、今日も暑さが厳しいですからね。そうですね。熱中症とか体調にはくれぐれも気をつけて、そしてどうぞ穏やかな気持ちでこの週末をお過ごしください。和田アキ子でした。柿原忠でした。じゃあ来週までお元気で。さようなら。